はい、こんにちは、笠間博物館です。ということで今日ご紹介するのはこちら、赤い筒ということで、まあ見たことある方はあるかと思いますが、ガシャポン缶ですね。1回500円のガシャポン缶、そして今回は3回回してきて、まあその場でね、これ開けちゃったんですけども、被ったら嫌だなと思って、でも被んなかったらね、出るまでやろうと思って3回回したんですけども、見事に全部違いました良かったです。まあでも被ったらね、被ったら持ってればいいんですけども、まあね、このようにちょっと見えるわけですよ、この隙間から。でもうこれはね、金色で文字が見えるんでドラゴンバックラーで、これは銀色で文字が見えるんで大のバックラー、そしてこれがね、もうサイズ的に薄いんで、もう重装剣ということで、やりましたねやりました。僕やったよ久しぶりになんか被らずに出た気がするということで、こちらです。はい、ハイプロポーションコレクション。もう皆さんいろんなねレビューやってますけども、スーパー戦隊01ということで、まあこれもね、どうなんだろう。まずガシャポン缶の機械を設置してる店がやっぱ少ないですよね、500円でガシャポン缶のやつを。だからこれをね入れたくても、あれが持ってない、そのなんて言うんでしょう、なんか量販店とかはやっぱ入れれないんで、なかなかね数がないんですよね、そもそもの数が少ない。だから見かけたら本当にやらないとまずいっすよね。はい、ということで今ちょっと開けながら喋ってますが、そうなんですよ。だから僕も結構回って1個お店にあったぐらいで、本当に仮面ライダーの方はね、1個しかなくて、そうなんですよ。1個しかなくてね、1個だけやってきたんですよね。そしたら、確かガンガンセイバーだったかな。ガンガンセイバーでした。本当はブレイラウザーが一番本当に欲しかったんですけどね。すげえな、これ、本当に。これは、マジですげえな。マジですげえな、これ。ちょっと待って。マジですげえな。いろんなレビューやってますけど、マジですげえな。よいしょ。おー、すげーな。重たさ的にはまあまあ普通に見た目通りって感じですかね。軽い感じですかね。僕的にはちょっと軽いと思いますけども。ん、これ1とか2って書いてあるけど、どこに刺すとか書いてないな。これ、あ、両方とも2って書いてある。こっちでいいのかな、これでいいのかな、これでいいのかな、これでこんな感じかな。あ、いいね。いいね。オッケー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 。さあ、できました。すげえ。どうですか？やっぱ皆さんね、僕 iPhone で撮ってるんで、皆さん他のレビューの方はみんなやっぱね、カメラ使ってるんで映りいいと思うんですけども。これは、あ、なんか紙がついてる。すごいな、これ。あ、でもここ押す機能はないんですね。これが、つい最近出た戦隊職人の大のバックラーですけども、うん、ここを押す機能はこれメダル外すやつですね。ここを押すとメダルが外せるんですけども、それはねこっちにはついてないですね、さすがに。ただ見てください、この、ま、これはねメッキ加工されてるんでツヤツヤなんですけども、これ500円ですからねごめんなさい、めっちゃ詰まったでしかもこれギミックがあって、これを押すと開くと、それはもうまさに、これさながらですよね。おーおー、びっくりした電源入ってたさっき入れたんだった。すごい、もう、大のバックラー、すごいな、ほんとに。そして、どうやらね、これ、メダル取れるみたいです。あ、ここにね、こういうのがついてるわけですね。これで、はめるわけだ。あ、じゃあ今俺適当に外しちゃったけどダメじゃんね。こうやってちゃんと回してはめないとダメだったんですね。回して取ると。はいはい、わかりました。すごい。おー。いやー、すごいな。本当にハイプロポーションですね。うん。ま、さすがにね、このね、シールの部分とかは再現できてないですけども、この造形とこのね、彩色だったらマジでいいっすよね。中ももうそんな、すごい綺麗。だってこれ逆サイドにもはめれて、こちら側でもはめれるというね。すげえ。はい。それが、こちらのドラゴンバックラー。これも同じですね。ドラゴンバックラー、いいですね。やっぱりドラゴンバックラーも欲しいな。おー。ちょっと締まりがあんまりよろしくないですね。2回、
あ、1回で行った。うん。すごい。メダルの差し替えできそうですね。サイズ多分同じだと思うんで、うん、メダルの差し替えできそうですけども、まあまあ、そこはちょっとせずに。裏側とかは一緒ですかね。うん。すげえ。これは嬉しいね。うん。さあ、そして、あ、これは、あれか。これは本物のやつか。そして、重装剣。重装剣もすごいクオリティですよ、本当に。なんででしょうかね、この500円のクオリティは。どうしたんでしょうかね。バンダイですよね。うん、バンダイ。てか、これ、なんか対象年齢15歳以上検索みたいな感じで書いてある。パッと今思った。でもこれボタン、こう笛吹くところのこことか押せないですね。はい。レオンさんが確かレガシー版のね、重装剣やってたんですけども、あれ欲しくなっちゃいましたね、あれ見たらね。やっぱり、レガシー版は僕も軽く持ってるんですけども、やっぱ集めると高いんでね、どうしても、手出しづらいっていうのはありますけども、ジュレンジャーとかパワーレンジャー好きだったらね、やっぱあれも手出した方がいいかなとも思います。はい、ということで今日ご紹介したのは、こちら、ハイプロポーションコレクション、ガシャポン缶のスーパー戦隊01、ジュレンジャーですね。はい、この3種類でした。仮面ライダーの方もね、全部手に入れば全部一緒にレビューしたいんですけども、ちょっと手に入りそうもないので、多分やりません。申し訳ない。はい、それでは、また明日。